午前中というか朝方撮って出しのあの YouTube 動画投稿したんだけど、なかなか審査が通らなくて、多分着てた服がラガーシャツだから、こいつフットボールトークしねえとか言って、言霊便乗詐欺師みたいなことしねえとか言って言って、フットボールの格好してるから、もしかしてこいつ詐欺的な会話してんのかなっていう思われて審査が通らないのかなと思ってるんで、まあとりあえずフットボールトークしねえってことで、まあね、あの部屋散らかってるから、飲みとかダニとか結構いそうなんで、マイスが結構いるんじゃないの、英語で飲みとかダニマイスだからな、そうだっけこの綴りとか言って俺あんまり信心深い方じゃないんで、本当あの魚とかでもあのある宗教にとっては戦争を起こしてる両方の宗派に共通するようなお魚とかも結構好きで食べちゃったりするんだよね。まあ肉に関しては意外とその国に行ったら気を使って、この国だったらあの牛食っちゃダメなのかな、それともこの国は豚ダメなのかなとか、まあ結構聞いて、そういう人とね、だからそれ現実世界の話だったりもするし、あのね大学寮にいたことがある人が昔から話を聞いたんだけど、あの大学寮いろんな留学生とも一緒に生活しているわけじゃん。それでどっかアラブの方の、ね、ムスリム圏のイスラム教圏のあの寮内のね、あのまあ同じなんていうのクラスメイトか分かんない、同じ寮に住んでる仲間同士で、あのいろんな食器の貸し借りっていうか、食器じゃないフライパン貸してくれとか言って、でそのフライパンを借りに来たのが、借りた相手がイスラム教圏の人で、借りに来たのが中華圏の人だったので、まあイスラム圏の人はあんまり深く考えずに、ああフライパン貸してほしいのを貸してあげるよとか言って貸してあげたんだけど、中華圏のその同じあの寮内の友達っていう人があのそれで豚肉バーッと焼いて、あのなんか料理作ってで洗ってありがとうとか言うんだけど、結構あのイスラム圏のその同じあのチャムって言うんだけど、ルームメイトみたいなことをね英語でチャム同士の間で結構険悪な雰囲気ではならないように、あの言葉上はねなんだけど、ちょっとすげえもうんーっていうイスラム圏のそのチャムがね、あのすげえ複雑どころかかなり内心その信仰上の理由で、あの俺のフライパンめちゃくちゃに仕上がってみたいな、なんかこいつっていう、まあこれ笑っちゃいけない話で、あの結構真剣な話らしいんだよな、あの信心深い人の間ではね。だからイスラム教の人とユダヤ教の人って結構仲悪かったりするけど、でも戒律によって食べちゃいけないもんを見たりすると、俺魚にとってはそのイスラム教の人たちにとってもユダヤ教の人たちにとっても戒律違反のお魚結構食べるの大好きだったりするんだよね。あのロックフィッシュっていうジャンルの魚がね、英語で言うけどね、あの横須賀の港っていうか、まあよくあの鳩場っていうか、なんていうの、あの魚釣り公園とか、まあいろいろ魚釣れるとこたくさんあるんで、海風公園とか魚釣り公園でいろんな魚釣ってるのね。光もんって言って、あのサバとかアジとかイワシも釣ってるのかな、まあそれ釣ってる人もいるけど、この前看板が、俺この看板気がつかなかったの、ちょっとあの珍しい、あのちょっとうかつだったなと思って、何釣れんのってあの夜釣りしてる人たちに聞いたことあるんだよ。まあ夜釣りは基本的に
あんまりね光もん釣らないから、夜釣り釣ってるやつらの若いやつといい、あの深夜にね、あの海風公園行って夜釣りしてる連中に、これ夜とか何釣ってんのとか聞いたら、フィッシング連中にね、まあフィッシング詐欺ではないからね、はっきり言って、ね、あの釣りオタクでね、魚が好きな子、魚が好きなね漁師さんっていうか、漁師って英語でなんて言うんだっけ、フィッシャーっていうかな、フィッシャーではないけど、ね、漁師じゃないけど、フィッシャー的な趣味をするあの若者たちに声かけたんだよ。あのパックだけ持ってね、あの俺はここら辺のセブンイレブンで手に入る雷三代っていうあの紙パックの日本酒、結構燃費が良くて、あの有名な紙パックのお酒で鬼殺しっていうのがあるじゃん。まあ鬼殺し、まあ定番だよね。あの俺はよく若い頃、まあ魚話で終始するのって感じで、まあ基本的に俺あんまり音楽が いわゆる中心にこう軸にあるから、まあなんていうの、あのストリップ劇場のポールダンサーのポールっていうのはもう基本的にそのポールの全く軸っていうのはね、あの一つのこう一本筋が通ってね、あのポールっていうのは基本的に音楽だから、音楽中心に語りたいけど、たまに横道それて、この人一体何が 本業なんだろうっていう感じなんだけど、まあ日本酒の安いというか、まあお手頃価格の紙パックの日本酒の中で鬼殺しは結構有名なんだけど、東京まで行くとあの雷三代あるかなとか思うんだけど、まあ雷三代見つけたら結構俺結構好きなんだよね、日本酒で、ね、あの燃費が良くてさ、鬼殺しよりも結構あのアルコール度数一緒なのか違うのか分かんないけど、酔い方が結構燃費がいいんだよ、あれ持久力あったりとか、あのちょっとの量でかなりグラングランに、グラングランじゃないけど多分弱い人は苦手だというジャンルの日本酒なんだけど、雷三代があったから買ってね、鬼殺しは結構有名だよね。あの新宿2丁目っていうか3丁目かな、3丁目にあのレゲエのクラブがあったのね、ディスコっていうか、まあ当時はクラブ遊びっていう言葉はなかったから、まあディスコってみんな言ってたんだけど、まあそのクラブのそのディスコ、まあクラブかな、その広さの規模っていうのがまあ8畳ぐらいのちっちゃい場所、箱だったから、みんながダンスするとこはね、そこはあのレゲエとか、まあ、スカとかそういう専門の場所だったんで、なんでレゲエのクラブがそこにあるのっていう話だったけど、まあそれその理由を聞いた時わかんないけど、2丁目って基本的にゲイの人多いらしいけど、あそこら辺の街ってね意外とみかじめ料払わない人が多いらしいんだって。全員がそうだとは言わないけどね、払う人もいるんだろうし、でまあそういうタイプの人たちも多い街らしいんだって。だから指定暴力団とに、まあいわゆるみかじめ料っていうのは植木を置いたりとかさ、まあなんかそれのレンタル料の代わりに用心棒っていうバウンサーで、まあもしく迷惑のお客さん来たら、あのそういう指定暴力団員がちゃんと用心棒するから、その代わりにレンタル料としてこの植木を結構置いてくんでっていう、まあそういうことをみかじめ料っていうのは、小さい子知ってるかどうか知らないけど、みかじめ料、みかじめ料、まあいろんな発音の仕方聞いたことあるけど、まあそういう、まあ用心棒がここにいますよっていうあの証拠でね、そういう証拠が、まあアルコール置いてる場所は基本的にまあ飲んだりダンスしたりする人がこう部屋店を見渡してみて、そういう印っていうのは多分大人になると分かると思うんだけど、それしない人が しない店が多い街なんだろうな
まあその中で、まあ新宿三丁目かなのあたりの三丁目から四丁目があるのかな、その後市ヶ谷とか四ツ谷とかの方向に行くんだと記憶してるんだけど、最近そこら辺もう何十年も行ってないから本当は今はどんな感じになってんだろう。市ヶ谷の方にも友達いたんだよ、ね、市ヶ谷駐屯地三島由紀夫が盾の会でね新聞に載った自衛隊市ヶ谷駐屯地が新宿の4丁目の4丁目っていうのはあるのかな、まあ、3丁目からまあそのそこから向こうへ行くと方角的にね、あの市ヶ谷の方に行ったりとか、よそこからまあまあちょっと方角また違うのかな、まあ、あの四ツ谷に行って、まあ、この前話した四ツ谷階段の町に行くんだけど、四ツ谷からだんだんこう丸の内方面というか武道館の方にも行く道があったりするじゃん、あの皇居の周辺ね、お堀の周辺ね、そこからもうずっと行くと有楽町行ってさ、有楽町過ぎると築地を横切って、で築地を横切る、築地を過ぎるとまあ築地を過ぎて今度道が分かれて豊洲と晴海ふ頭っていうのがあるんだけど、晴海ふ頭に昔展示会場があったのね。まあ他は最近だったらもうどうなんだろう、そういう展示会場でもあのイベント以外のその展示のね、そういう新製品の展示とか東京モーターショーとかコミケとかいろんなのあるじゃん、そういう展示会場が晴海ふ頭に昔あったらだけど、俺今はなくなってるらしいね。うん、だから晴海そういう新宿からずっとバスに乗って晴海ふ頭までゆっくりぼんやりあの現場に向かうような帰りとかもね、まあ本当はもう帰り早いとこアパート借りてから四ツ谷まで乗ってバスで晴海ふ頭からね、四ツ谷からもう中央線乗ってぐーっと自分のアパート戻るっていう、どうでもいい話だよ、東京のその行動範囲の一つのまあ現場のよく言った話になったけど、まあそこにレゲエで踊れる店があったんで、まあよく行ったかな、思い出のあの古舘一郎さんっていう古舘一郎事務所のあの有名な司会者いるじゃん、司会者さんがね古舘一郎事務所でコピーライターやってた友村さんっていうものすごい俺大好きなお姉さんなんだけど、お姉さんというかあんまり年変わんないかもな、あの昔お姉さんとかお兄さんとか思ってた人ってまあ未だにそれ先輩では先輩、未だに先輩では先輩なんだけど年が一つか二つ、あのお姉さん一つか二つぐらいしか変わらないから意外ともうほとんどもうそのくらいになると この55歳になるとタメじゃんっていう感じだけど、まあめちゃくちゃ変わらなかったと思うんだけど、三つぐらいしか変わ言ってても三つぐらいしか、まあものすごい好きなあの古舘一郎事務所のコピーライターの当時ねコピーライターやってた、結構ね俺あのお姉さん大好きなんだ、ね、大好きでなんかであの動く、あ歩く人間なんとかっていう当時古舘一郎さんが夜の一スタジオで必ず歩く人間なんとかっていうキャッチフレーズ言ってたじゃん、歩く人間原子力発電所とかさ、まあ例えばねそんなあのキャッチそのセリフを夜の一スタジオで言ったかどうか知らないですけど、毎週夜の一スタジオがでそのコピーを書いてた、コピーっていうか歩く人間なんとかの後をね考える仕事をしてたお姉さんがいて、俺そのお姉さん大好きで、まあお姉さんには彼氏がいたんだけどね、結構イケメンの年下の結構まあホストクラブのホストみたいな、俺はあのお姉さんと結構あの手つないで、あのそのレゲエのディスコでちっちゃいディスコで佇んで、意外とシャイボーイだから未だにあのさくらんぼちゃんなんで本当って思うけど、そっぱから
まあいいけどね、まあ、そういう方がいいじゃん、なんか夢があってな、まあそうしとこうって、まあ本当は最後まで言っときゃいいのによって言ってなかったのっていう、まあそういう甘酸っぱい、まあ、20代前半の思い出があって、なんだっけ、まあそのお姉さんとかがね、よくね、まあ業界人だったりするから、今度はあの富田靖子さんっていう、まあ、当時人気だ、あれまあまあ人気だった女優さんが、なんか私たちと遊びたいんだってとか言って、来るとか言ってたんだけど、俺、まあ、あ、そうか、あ、そのコピーライターのお姉さんと最後まで行かなかったら、意外とあの当時の元カノっていうか俺のね、あのガールフレンドに気を使ってさ、俺が結構ミサオを守ってる、男のミサオってあるのとか思うんだけど、まあいわゆるまあジェームス・ディーンのなんていうのピーナスを結構あんまりこういろんな独占企業にしとかなければもしかしてあの自分のガールフレンドに叱られちゃうかなと思って、そのコピーライターの大好きなお姉さんとは何事もなかったんだけど、多分ね、おててつらいで結構ぼんやりたたずんだっていう甘酸っぱい思い出があって、まあ、そのお姉さんとタチとね、他にはね、マリアンヌ、マリアンヌはどうしてんだろう、あれは服飾学園関係の人だった、文化なんだっけ、文化モード学園とかいろいろある、まあ、わかんない、文化とか摂モード学園からわかんないんだ、あの学校の名前、ファッション関係の服飾関係の学校へ当時行ってたマリアンヌって、俺がマリアンヌってあだ名つけたんかな、まあそういうジャックスっていう、まあ日本のグループサウンドのジャックスってバンドがあって、マリアンヌって曲があるんだけど俺あの曲好きだから、じゃあこれからマリアンヌとか言ってあ命名しちゃったんだ俺はセニオルって呼ばれてたんだけど、あこれいやセニョールってこのおっさんだみたいになってんのっていう感じだけど、ね、セニョールって結構あれやん、まあなんとかさんみたいな感じやん、まあミスターとかさ、あのスペイン語でセニョールってさ、英語で言うとミスターや、日本だと山本さんのさんだったりするから、まあ多分中華圏の言葉で言うと先生って言葉は先生の発音は分かんないけどね、日本語でまあ前のアカウントでも言ったけど、日本語で先生っていうのは学校の先生だけど、中国語で先生っていうのはあの継承略の男性に、男性じゃなくてもあのそのさん付けの時に先生っていうんだよね、ミスターとか女性にも使うのかな、まあ、山本さんっていう時に山本先生っていうのがまあ中国中華圏の人の、まあ、先生の使い方で、英語圏の先生の使い方はだいたい格闘技の先生とか華道とか書道とか、あとまあそういう道がつくね、あの柔道でも、まあ、格闘技以外にも、もう華道でも書道でも先生っていうのかな、その程度道がつく方のね、タオっていうかさ、英語にタオがあるかどうか知んないけど、まあ学校の先生じゃない、教育を教える先生ではなかったですね、英語圏と中華圏の先生って使い方はね、あのまあ、ある程度その上層教育とか道徳的なことであの先生っていう意味もあるのかな、でも中華圏の人の使う先生はあんまり道徳的なことも教育的なことも教えない、単なるセニオールとかミスターとかいう感じで先生って使うらしいよ、なんだっけ、先生なんで先生の話になったかなってあれ俺なかなかと話してて何を言おうとしたか忘れたけど、あ俺のあだ名、ね、セニョールだったんだよスペイン語で言うところの先生とかさ、何ね、山本さんのさんだったり結構匿名性強いあだ名に、まああだ名って匿名性強くしたい感じもあるからどうせならミスターとかでいいんじゃないと、セニョールって多分ヒスパニックの人が聞いたら何それっていう、それ名前じゃねえじゃんっていう、セニョールの後山本とかあの池上とか言うじゃんとかいうな、その言葉の使い方絶対変だよねっていう、まあセニョールってまあニックネームで呼ばれてたけど、ね、
まあ、マリアーヌとあのコピーライターのお姉ちゃん結構あの仲良くして、まあ、マリアーヌに関しては、まあ、今再会してもお互い分かるかどうか分かんないけどね、その人たち YouTube 動画やってないから、 YouTube 動画をその人たちが見てたら多分あーセニョールこんなになってるよみたいな感じかもしれないけどね。他にもたくさんいたんだけど、うん、そうそうそうだな、うん、あの マリアーヌって本当なんて名前だったの。まあそこら辺の仲間で富田靖子さんと遊べるよって飲めるよっていう会合があって、俺は多分当時の別のグループの別の派閥っていうか、まあそのクラブにはあんまり来なかったガールフレンドに結構ジェームスブラウンのジェームスブラウンのジェームスディーンのピーナスをのミサを守るために一本ですね、あのダンスのポールを守るためにちょっと俺はちょっと富田靖子に興味ないなんて嘘を言ってた。いやこれ言っときゃよかったねあんとこ思ったら、あんな芸能人に会うなんて結構そんなことめったにないから、東京でもまああるんだろうけどね、あんまり業界人でもなかったんで、そういうね華やかなそのタレントさんと会うことはなかったと。他にもねあったかもしれないけど、まあ知る人ぞ知る人は知ってたりするかもしれないけど、ものすごい有名な誰もが当時は知ってたっていう人には会ってなかったと思うけど、ね、だからその古舘一郎さん事務所のコピーライターとは仲良く遊んでたけど、古舘一郎さんとは遊んでないみたいな遊んでないというかお会いしたことはないっていうね、面白い話する人だよねラジオでね。まあ最近ヤマハの社員にね、社員扱いになったっていうのは実はまあ法律上だけの話で、別に正社員じゃなくて有限権を持つ株主として社員扱いっていうだけで、全然ヤマハの社員正社員ではないんで、まあ俺が株式を手放せばヤマハの社員ではなくなるんだけど、中島みゆきさんが、まあ、ヤマハの音楽事務所部門の社長さんらしいんだよね。まあルックス的にはすごい好きな人だし、あのラジオ番組でものすごい可愛いよね声がね、あの歌と全然イメージ違うし、あったかいあのラジオの話の内容だったりもするし、可愛らしい会話するし、あの声も可愛いし、歌のイメージと違う、これ俺実はあの中島みゆきさん実は好きなタイプというか、かなりストライクなんじゃないのってちょっと事務所に入ってちょっと部下になんなきゃダメなんじゃないとか思って、な社内恋愛したいんじゃないのって社長さんとっていう、それお互い独身なのかなとか、まあ年齢的にだいぶ離れてそうだからあんまり俺の幼稚な会話に耳を傾けてくれるかどうか不安でしょうがなくて、なかなかヤマハ音楽事務一応有限権を持つ社員扱いではあるけどなかなか声あの音楽事務所の方に連絡しづらいっていうのした方がいいかもな、もしかして会いたいかもなとか思って、なんか好きな人じゃんとか言って、だいぶ好きな人じゃんっていうジャンル的にも、ね、顔ジャンル的にも、あ、そうそう顔ジャンルでね、どこだっけな、ちょっと待ってね、あれ顔ジャンルでちょっとこうあの撮影小物を用意したんだけど行方不明になっちゃったら、あったよあ、お前顔ジャンルいじりするようなそういう偏見の持ち主だったのって言われたくはないんだけど、まあ基本的に悪い印象を持ってない顔ジャンルに般若系ねそんな小物ありっていうあれだけど、まあシシャモのベーシストものすごい可愛い担当だと思うんだ。俺の印象ではね、あのベーシストの女の子って一番男性ファンが多そうかなと思うようなそのルックスはしてると思うし、もしそういうところに気を使って
あのミックスダウンを私控えめにしてくれませんかってあのレコーディングエンジニアの人に頼んでんじゃないかなっていうぐらいいいベース弾いてるし、ああこのベーシスト、まあ、男前って言っちゃ悪いけど、あのミュージシャンとしてね、あの骨のあるっていうか骨太 の, あのベース弾く人だったんだっていうのを、このイコライザーいじるとここにミキサーがあるけどね、イコライザー付きの、あんまり細かく設定できないけど3バンドっていうか高音と中音と低音だけこうブーストカットできるような、それちょっと調節してベースをかなり際立たせると、あーアヤのベースかっこいいじゃんとか言ってな、あシシャモのね、でまあハンニャ顔のジャンルだ、顔ジャンルとか言ったけどね、まあ多分ハンニャ顔でもかなり男性ファン多そうだね、担当だから結構あの私ばっかり目立ってかなりあの結構控えめな性格な印象あるじゃんあの子って、だからもしかしてベースのミックスダウン控えめにしてくださいなんて結構気使っちゃった、気使ってあのレコーディングエンジニアさんにリクエストしちゃったんじゃないかとか思ってる、もっとドカンと出したらちゃんとロックとしてかっこいい、そのミュージシャン、ロックミュージシャンが好きな音作りもできそうじゃんって、まあ十分なってるけどね、あの今のバンドの状態でもね、だから音楽聴いてる時はまあスマホ見ながら歩いてる人もいるだろうけど、例えばジョギングしながら聴いてる人もいるだろうし、ドライブしながらね聴いてる人もいるかもしれないから、あのあんまり画像見ないで音楽楽しむ人多いから、それ関係ないんで音の印象第一で聴く人は結構多いと思うんだよね、そういうすごい音楽好きな人がね、それにこだわってる人、実はあんまり声を大にして言わなくてもあんまりそういう問題じゃないよねっていう感じで聞いてる人いると思うよ、俺だけじゃないとは思うんだけど、俺はそういう人向けの音楽が好きだったりするから、あの別にミュージックビデオ見てなくても、まあ、直視するのに俺は実はあのバンドは個人的感情的にもあの本当本来なら見たいんだけど見たくなるようななんとなくあるけどねかなりあれだエコひいきおじさんだなって思われそうだけど、まあ音楽呼ばない、チェーマンゲーセンとかさ、まあ今の若い人たち知ってるからあの業界言葉でさ、チェーマンゲーマンとか言う、あの今度チェーマンゲーメン今ちょっとあの寝起きだからあんまりちゃんとした会話できてないから申し訳ないけど、まあそんなに問題あること言ってるかもしれないけどね、あんまり傷つけないようには言ってるんだけど、今回審査通らなかったらちょっと言えあれだから、チェーマンゲーセンか、マンっていうのは1万2万の万、じゃあチェーメンとか、チェーメンは何万円の万だけど、チェーマンはね、ゲーセンっていうのは何千円の千だけど、チェーとゲーって何って思うじゃん、それ音楽用語で知ってる人、さ若いミュージシャンは知ってるから、チェーっていうのは ABC の C なんだよ、あのいわゆるこれね、ドレミのドが C のことを、まあ昔はクラシック音楽が日本では基礎としてね入ってきたんで、クラシックの世界ではまあドイツのクラシカル音楽がものすごい主流だった時代があって、まあロシアのクラシカルミュージックもあれば他のフランスのクラシカルミュージックもあるけど、ドイツ語発音で C のことをツェっていうらしいんだよ、でゲーっていうのは G だから ABCDEFG ここね、G、チェーセンゲーマンだけど、このチェーっていうのは A から考えて3番目のチェーだと3だろう、だけど普通ドミソで最初ドレミハワソラシドっていう順番で話すから、 C 調やろうっていうのはものすごいあのドミソのあの音楽でものすごい調子がいいじゃん、ドミソって誰でも
知ってる 音階っていうかさ、最初に習う和音だっていうのは俺も最初に教えたけど、和音の講座でね。だから C 調やろうって、 C 調男に騙されみたいな歌があるじゃん、サザンのね。 C 調やろうっていうのはものすごい調子がいいやつっていう つもりで C 調って言うんだけど、この杖が1なのか A が1なのかな。アルファベットだと A が1だよな。だけど杖が1だとすると、杖万ゲーセンって言うと1万2 ACDEFG だろ、1234 5だろ。杖万ゲーセンだと杖が1なら1万5000円意味かなっていうね。いわゆる会費がね、まあそういう、まあ今度のパーティーの会費、チケットでもね、杖万ゲーセンとかそういうあの業界用語で使ってた人たち多いんだよ。最初はミュージシャンがね、そういう音楽の関係でドイツ語発音で C とかね、そのドイツ語で杖とかゲーとかそういう発音してたの。 G のことをゲーとか C のことを杖って言ってたんだけど、まあ90年代バブルの時代になったら、まあ普通もうテレビ業界でも昔は使ってたの、業界人だけが使ってたんだけど、まあエンターテインメントの世界でもトンネルズさんっていうのがいるじゃん、あのコメディアンでさ、あの人たちが コントの中で業界人のを表現するようなコントで、ツェーマンとかゲーセンとか業界用語でそのミュージシャン用語を言ってるから、最初はミュージシャンが使いだした。しかし杖っていうのは1なのか3なのか C だからね。 C っていうのは A から数えて3番目なのか C から数えて1番目なのかどっちなんだろうねっていう、まあそういうねそれこ言語的数字の話、その音楽のっていうね、それかなりアリス・イン・ワンダーランドなのか鏡のアリスなのかどっちなんでしょうみたいな、それはねかなり俺としても C が3なのか1なのか、それ俺らの時代もあんまり業界の真っ只中にいなかったしなと思って、そんなにかその業界用語を使うことがものすごく当時のバブル90年代前後だね、平成元年前後のコントの中でもお笑いの対象としてね、ああ業界人気取ってやがんなっていう、こう嘲笑の対象としてそういうコントがあったんだけど、だから俺としてももうかなりガラパゴス、まあ、平成元年の時代でガラパゴスな業界用語っていうかさ、それカッコつけて業界人気取るのものすごくダサいっていうコントだ、コントでそのツェーマンゲーセンっていうC が1なのか3なのかって分かんねえだろっていう気取ってるやつのことをねだから俺は実は未だに C が1なのか3なのかっていうのはA から数えて3なのか C を1としての話なのかっていうのは知らない世代、意外とじいさんの昭和レトロな昔のことを知ってるじいさんにしては知らなかったりしてっていうねえ、55歳でもあんまり業界の真っ只中にいなかったからそこら辺分かってなかったですけど、まあいわゆる音楽用話として、この前コンパスポイントとパワーステーションの2大巨頭ってのがあったけど、パワーステーション多分みんなが知ってるようなレコードあると思うよ、バンヘイレンの1984かね、1984ってのがあるじゃん、赤ちゃんがさ、あのタバコをあのテーブルの上にして1984ってねあるんだけど、これ日本のナンバープレートをひらがなに日本語に書いてある、ヤンキーどもにとっては暴走族どもにとっては行くわよって言って赤ちゃんがタバコの前にニコッと笑ってるジャケットがあるんだけど、バンヘイレンっていう、まあハードロックヘビーメタルバンドでねそれパワーステーションスタジオ録音なんだよね、みんな知ってると思うけど、パワーステーションって多分ロック側のパワーステーションで有名なパワーステーションスタジオのあの作レコーディング作品なんだけど、行くわよっていうの1984っていうのがで、あのなんだっけ、
コンパスポイントは、まあこの前話したからいいけど、パワーステーション、俺が言うね、R&B っていうか、あの、いわゆるクラブミュージックサイドの方でね、パワーステーションスタジオで撮った俺が好きなアルバムっていうのは、ストレンジャーズっていう、まあサルソウルレーベルっていうのが昔、まあハウスのハウスガラージュハウスの好きな人にとってはサルソウルレーベルって有名なレーベルなんだけど、それの中でもあんまり有名なアルバムでないから代表的なアルバムではない ストレンジャーズっていうアルバムがあるんだけど、バンドがあるんだけど、ストレンジャーズのレコードサルソウル版も、サルソウルっていうのはサルサっていうラテンミュージックあるじゃん、ルンバとコマンボの、まあ、80年代以降のスタイル、まあ70年代からサルサっていうのかな、あのラテン音楽でサルサっていうのがあって、まあ、ニューヨークのプエルトリカンの間でやるスタイルだったり、まあ、他の南アメリカのサルサもあるんだけど、まあサルサとソウルのフィラデルフィアの方にディスコ、フィラデルフィアソウルっていうと、まあディスコミュージックのね、まあいわゆるガラージュが始まる前のディスコの、まあ聖地っていうか、まあ町だよね、フィラデルフィアってペンシルバニア州で、ニューヨークシティじゃなくて、ね、だからニューヨークシティのラテンミュージシャンっていうか、ヒスパニックの、まあサルサ系のミュージシャンと、あのフィラデルフィアの、まあ、ソウルっていうかディスコソウルっていうか、まあフィラデルフィアソウルっていうと、また他にはあの、まあフィラデルフィアソウルって、まあ、ディスコナンバーっていうかジャンプナンバーばっかりじゃなくて、ビートはあんまり聞いてない、バラードでも名曲あったりするんだよね。バラードっていうかミディアムテンポのものすごいしっとりしたセクシーな曲でも、テディ・ベンダグラスって言ってさ、ドリフの加藤ちゃんとあの志村けんさんがやるペンギンダンスがあるじゃん、てってってって、あれの Doomy って曲がテディ・ベンダグラスの曲であるのね。あの曲の、まあ、インスト部分であのペンギンダンスやってんだけど、あのあれにボーカルを入れたのがテディ・ベンダグラスバージョンで、テディ・ベンダグラスの本当の名曲っていうか、ものすごいかっこいい名曲があるんだよ。ラブ TKO って言って、テクニカルノックダウンのあの頭文字で、ラブ TKO って、テディ・ベンダグラスのラブ TKO、かっこいいよ、これ。彼女に TKO されたのか、俺が彼女を TKO されたのか、彼女が俺のことを TKO されたのか、やられたらーみたいな。まあ、俺、今日誰のことよ、誰にやられたんだろうって。いつもやられっぱなしの、まあ、TKO されっぱなしの山本君でした、みたいな。まあ、ストレンジャーズの、まだ続くの、ごめんね、っていう。ストレンジャーズのパワーステーションバージョン、俺好きだな、っていうな。なんだっけ、そうそう。まあ、パワーステーションスタジオの、まあ、一番有名なアルバムは、バンヘイレンの、1984っていう、行くわよみたいなのが。